ございます。こんにちは。アニメリチャンネルへようこそ。ごゆっくりしていてくださいね。それでは、ゴー。今日はセリアさんで購入したサンリオ商品をね、ご紹介していきたいと思います。前からね、探してた商品がやっとね、見つかったものもあるので、そちらもご紹介していきます。ポケット付きキーホルダーになります。デザインはね、エモキュンデザインになっています。購入したのはマイミロちゃん、クラミちゃん、シナモンくんの3つをね、購入しました。種類はね、全部でこちらにある種類ですね。プリンくんとね、あとポチャックくんもあります。エモキュンのデザインって、お目目がね、すごいうるうるしてて可愛いよね。尻尾もモフモフって感じで、とても可愛いマイメロちゃんになっています。形がね、なんかキャンディーっぽい形で、すごい可愛いよね。そしてこちらはクラミちゃんです。クラミちゃんはね、すごい可愛いお顔してるよね。お口が何とも言えないです。そしてシナモンくん、シナモンくんはハート持ってるね、デザインになっています。マイメロちゃん開封してみました。可愛いよね。表面はね、つるっとしてるミニールっぽい素材でできています。上にはこのようなね、ゴールドのボールチェーンがついています。あの、キーホルダーとしてね、使えますね。裏面にはね、このように透明のフィルムがあって、中にね、なんか入れれるようになっています。ちょっとね、ちっちゃめの作りになってるので、ちっちゃいステッカーとかね、入れてもいいかなと思います。ポチャックくんが他にもあります。マイメロちゃんのファスナーケースになります。とても可愛いよね。これね、クリアっぽい素材で、ビニール製でできています。大きさはね、先ほどのやつよりも大きめになっているので、カードとかがね、収納できるようになっています。このようにね、ジッパーあるのがいいよね。上にはね、このようにボールチェーンもついています。商品ですね。うさぎさんデザインのネックストラップになっています。タグにはね、マイメロちゃん、クロミちゃん、メルちゃん、マロンクリームちゃんがついていますね。サイズは長さが52センチになっています。見て見て、ストラップの部分がね、あ、ちょっと折れちゃったけど、こんな感じでうさぎさんデザインがたくさんついてるのがすごく可愛いですね。ボンボンリボンちゃんとかね、うさはなちゃんとか、シュガーバニーズもちゃんとね、いますね。メルちゃん可愛いね。これもね、やっと見つけた商品、うさぎさんデザインの ID ケースになります。サイズはね、 55×91 までが入りますよって書いてありますね。表面のデザインめっちゃ可愛くない？これマイメロちゃんとクラミちゃんとマランクリームちゃんとね、メルちゃんがいますね。開封してみました。めっちゃ可愛いよね。淡いピンク色がみんな似合っていますね。結構ね、しっかりした作りだから、100均なのにすごいなと思います。でね、裏面はね、このように透明になっているので、カードやね、推しさんの写真とかも入れれるかなと思います。さっきね、紹介したこのストラップもね、上につけたらいけるんじゃないかなと思います。これぴったんこカンカンだよね。 IC ケースとね、このストラップがちょうどマッチしました。上にね、ちゃんと穴が開いてるのでね、このキーホルダーが通せるようになっています。マイメロちゃん、クロミちゃんのワンタッチ綿棒ケースになります。この商品ね、前ね、ライソーさんでキキララちゃんとシナモンくんを迎えしたんだけど、マイメロちゃん、クロミちゃんの商品がなかったので、見つけてゲットしてきました。セリアさんにもあったんだね。これね、使ってるんだけど、すごくね、使い勝手がいいです。ポーンと押すとね、このように開くから、綿棒ね、入れてたり、あとね、私はそのガチャガチャの景品とかを一時置きにね、入れたりしています。とてもね、使いやすくて可愛い商品です。
リアさんで購入したサンリオ商品をご紹介させていただきました。とっても可愛い商品たくさんあったよね。皆さんもぜひぜひ購入してみてください。今日もご視聴していただきありがとうございました。